存在感がない私を見つけてくれて、本当にありがとう。もう、目をそらさないでね。ずっと、私のそばにいてください。はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、として結婚アバターホトク、今回から新しくガチャに実装されましたが、まあ本当によく後ろ向かしてくれたなと、もうそれしか言ってませんが、まず運営さんのイラスト発注者の方には感謝。まあその上でドレス自体は、ほぼ下着なドレスのキャラクターと比べてかなり落ち着いて見れるデザインになっていて、まあだいぶ安心感ありますが、まあこれもタップアクションしてみたら、全然そんなことありませんでした。はい、また後でメンバー限定動画の方でタップアクションのお裾分けしていきたいと思いますが、若干昨日の更新情報で、ここら辺穴開いててもおかしくないって話したんですが、はい、その様相が当たりましたね。はい、として今回のホトクに関しては、まだ MR アバター化してないので、いつもの詳細分析よりはだいぶ薄めのざっくり駆け足分析見ていきたいと思いますが、はい、まず今回のホートクに関しては結婚家で指輪がついて物理防御貫通がプラス500と、はい、ドレスによって敏処置レベル ×80 とダメージ反射耐性 20% がついたっていうことで、いやこれナイスですね、なかなか。はい、こちらホートクのパッシブスキルなんですが、この数字の上に点々がついてるやつっていうのは結婚家によって新たにステータスが増加した部分だったり、新たな項目として入ってきた部分なんですが、今回敏処置レベル ×80 アップだったり物理防御貫通、はい、あとダメージ反射耐性なんかに関しても、まあ今までホトクがどれも持ち合わせていなかったパッシブになっており、まあ特にホトクってキャラクタースキル2で、場合によっては超超高火力キャラクターになるんで、まあその時に反射ダメージなんかで死亡してしまうリスクがまあまあ高いキャラクターだったりして、まあそれもこのパッシブで他のキャラクターが大体持ってる HP パーセンテージのパッシブをホトク持ってないので、まあそもそも HP が低いということで、それもあって反射でかなり死にやすいキャラクターだったんですが、そこに反射耐性がついたと、まあ弓章らしいパッシブがついて、でまあホトク弓章なんですが、敏捷パッシブなんかも持っておらず、これもダメージパーセントはすごい高くなるキャラクターなんですが、まあ、火力の伸びがここでブレーキがかかっていたりしたんですが、その部分にちょっとテコ入れが入って、まあ、これはおそらく MR 暴かしたらしっかりしたステータス入ると思うので、はい、さらに伸びしろがありそうな感じ。体力パッシブもないんですよね、ホトク。はい、HP だいぶ低いキャラクターで、本当に死にやすいキャラクターで、さらに今回は物理防御貫通がついたってことで、ホトクスキル1で敵に破光をつけることができるんで、はい、本来防御貫通持ってたんですが、これに関しては破光で敵の防御力っていうのは下げれるんで、むしろ敵の属性防御、まあ、物理防御の方を下げたいニーズがあったにもかかわらず、そこがなかったってことで、これもダメージの伸びに制限かけてた部分なんですが、まあ、しっかり今回結婚家である程度のテコ入れが入ったと、ああいう感じで、まあ、順当な伸び方はしてるなっていうようなとこですが、まあ、相変わらず体力がなかったり、HP パーセンテージのパッシブがなかったりという心配があるキャラクターなんですが、はい、今回、ホトク結婚化したことによって、はい、こちら、遠差ダメスキルで、出陣時5ターン間、自身が生後奮起状態になって、攻撃力が 30% 増加、防御力が 150% 増加、筋力値、知力値、敏捷なんかのステータスが 20% 増加と、またしても生後バフですね。しかもだいぶしっかりした生後バフである生後奮起がっつり入れてきました。まあ、特に注目したいのが防御力が 150% 上がるっていうこの部分、だいぶ硬さ作ってきましたね。今生後奮起キャラクター、まあ、かぐや姫ってキャラクターなんかが味方に奮起によって攻撃力 30% アップと防御力 75% アップしてきますが、まあ、この防御力の部分が、まあ、明らかに大きな値でつけることができ、 MR アバター利点なんかが奮起で防御力 180% 上昇するんですが、なぜか MR アバター利点は生後奮起ではなくてノーマル奮起と、かなり剥がされやすいタイプの奮起になっているので、まあそういう風に考えると、生後奮起の中では、まあ、一番硬い生後奮起を今回ホトクはつけられるキャラクターになったのかなと。はい、ちなみにかぐや姫の奮起ステータスアップは 10% なんで、この部分も 20% アップするホトクの方が1枚上手という形になってますね。まあただ、まあ、奮起っていうのは自分の防御力を参照して、はい、それをこの場合 2.5 倍していくわけですが、このホトク自体が防御力そんなに高いキャラクターじゃないんで、元の防御力が低いんで、まあそこまで大幅にガチガチになるっていうのは武将と違って考えない方がいいと思います。まあただ硬さ作ったのは結構ナイスだと思っていて、まあ、これなぜかっていうと、はい、ホトクのパッシブさんですね、互覚醒すると得られるスキルになっており、はい、自分の HP が 50% より低くなった場合に、自分についてる全部のデバフを解除しながら5ターン蓄力状態になって、攻撃力と状態状態性が 100% 増加っていうような火力アップの要素がホトクにはついており、これがあるおかげで UR アバター戦なんですが、ホトクめちゃくちゃ火力が上がるキャラクターになっており、まあ、この火力2倍をどうにかして作りたいんですが、まあ、先ほども言ったように HP だったり体力パッシブがないので、この HP50% より低い状態でうまくキープするのが難しく、一発で大ダメージ受けたらそのまま落ちて死亡してしまうっていうケースがめちゃくちゃ多いキャラクターだったので、なかなか蓄力状態になれなかったんですね。はい、そこを今回生後奮起でしっかり固めることで蓄力化できる可能性を上げてきたと。はい、あとは MR 暴かして HP だったり体力しっかりついてくれば、まあ、この蓄力化もだいぶしやすくなって、性能としてはかなり安定してくるのかなっていうところで、まあ、MR 暴かはそこ期待したいですね。はい、で攻撃面に
に関してはスキル1が HP パーセンテージが低い敵に 1000% のダメージをぶつけるんですが、この際に攻撃前 100% の確率で4ターンの間敵を破壊状態にさせるっていう破壊不要キャラクターになっており、まあ、敵の防御力を著しく下げながら、しかも4ターンと長い期間下げれるんで、まあ、闘技場なんかでは自軍の他の主力なんかが応援出して出てきたり、まあ、スキル1スキル2打ち終わって2巡目のまたスキル1スキル2を迎えるまでの間箱が残ってくれてコンボ作りやすかったりするんですよね、味方との。まあ、ただその代わり1名だけという範囲の狭さがあるんで、まあ、そこが大きなネックで、宝徳はどちらかっていうとこれ味方との連携ってよりはこのキャラクターのスキル1でも敵を撃破するっていうのが狙いとしてあって、はい、箱を付与しながら殴っていく前に敵がバフ状態だった場合 100% の確率で全てのバフを解除した後殴ることができると、まあ、スキル1でバフ全解除ができるキャラクター、はい、になり、このバフ全解除がかなり強力だったんですが、まあ、現環境 MR キャラクターですね、広政だとか甲州藩、あと塚原牧伝とか、はい、そういった最新の MR キャラクターっていうのはもうバフ全剥がし結構当たり前に、しかも敵範囲にとか平気でやっていくことができてしまうので、まあ、今この宝徳のかなり重要な個性であるバフ全剥がしっていうのは完全に埋もれてしまった状態ですね。むしろ甲州藩とか、まあ、広政ちゃんみたいに生後バフ剥がしは現時点でできないので、まあ、残念ながら宝徳現段階では対人戦環境にはまだ復帰できない状況ですね。まあ MR アバカ待ちっていうとこですが、まあちょっとこれ過去の事例として、ケイカっていうキャラクターが UR アバター戦の時代にバフ全剥がしができて、待望の MR 化で生後バフ全剥がしできるかと思いきや、まあ1枚または2枚しか剥がせないというようなちょっとしょっぱい結果になってしまったんで、同じ MR アバターの宝徳も同じ道たどる可能性が高いなってことで、ちょっと期待できないんですよね、ここが MR アバターなんで。まあリテンなんかもそうですよね、バフ全剥がしできたんですが生後バフは1枚だけということで、ちょっとねこの後 MR アバ化して生後バフ剥がし、バフと同じく全剥がしになってくれるかっていうと、まあだいぶ怪しいかなと私は睨んでます。はい、であとは敵に敏捷値で勝っていれば必ずクリティカルになるという感じで、まあ、この先輩にクリティカル乗せて、はい、物理回心ダメージ 60% 増加なんかもあるので、はい、でさらに今回奮起によって攻撃力もアップして、で、あと元からある蓄力なんかでダメージ倍なんかも乗れば、はい、スキル1の先輩だった火力が 5460% まで伸びて、はい、順位としては、まあ、今1位が 45900% とわけわかんない火力になってますが、まあ、そこから降りていって第、はい、68位というような火力に、まあ、全てのコンボがうまく噛み合った場合のダメージパーセントとしてはなっており、まあ、大体今200体以上いる UR 戦より高いレアリティの副将の中では、まあ、まずまずといったところ、真ん中よりちょい上ぐらいといった感じでしょうか。はい、まあ、ただこのキャラクターは敵に箱をつけられるのとバフを全剥がしできるので、まあ、その部分が大きなメリットになっており、宝徳より上の順位の火力が出せるキャラクターでバフ全剥がしができるのはリテンの MR だったり、はい、塚原牧伝のスキル1、あと茨城道士のスキル1という感じで、茨城道士が 15540%、 塚原牧伝が 16600%、 リテン MR が 6660% という中の第4位というような位置づけとなりました。まあ、ここに箱を乗せて殴れるんでリテン MR よりダメージ出そうですね。まあさすがに MR 牧伝や茨城道士には届かないと思いますが、まあ、今回奮起が乗っかったことで、まあ、UR アバター戦にしては高い火力が出せるバフ全剥がし箱を不要殴りキャラクターになりました。まあ、これ MR アバカめちゃくちゃ楽しみですね、火力どうなっていくか。で、まあ、この敏捷値が高い場合必ずクリティカルっていうのも開幕から奮起状態で敏捷値が 20% 増加している状態なんで、まあ、だいぶ勝ちやすくなってきたかなと。これ MR アバでちゃんとした敏捷値パッシブつけばだいぶ勝ちやすくなるかなっていうことで、敏捷値勝負はなかなか負けないキャラクターになるかなと思います。で、敵を撃破した場合このスキルを1回追加発動するということで、はい、まあ、敵1体に対しては先ほどの 5000% ちょいっていうのが限界ですが、それをもう1体敵の撃破に成功すれば狙っていくことができると。で、スキル2の方は 400% の6回攻撃で自分の HP が 50% より低い場合ダメージが倍になる、それと攻撃の時にはクリ率が 50% 無条件で上がりますよってことで、まあ、クリティカル連撃を狙いながら、あとは自分の HP が 50% より低いかどうかで火力が大きく変わるんですが、まあ、自分の HP が 50% より低い時といえばこのキャラクター蓄力状態になってダメージが倍になるっていう効果がついて、でさらに、まあ、今回生後奮起がついたことで 30% アップもあるんで、はい、スキル2の全てのコンボがうまく噛み合った場合のダメージパーセントランキング、なんと今回宝徳結婚暴化したことで蓄力だったり奮起なんかも含めて 36192% のダメージが出せるキャラクターになったということで、第5位ですね、はい、UR アバター戦というレアリティで MR も含めたダメージパーセントランキング第5位というような結果となりました。まあ、自力でクリティカル出せるのが大きいですね。なんで逆に検定とか座敷わらしみたいなキャラクターにクリティカルを借りて殴ることで火力アップは宝徳の場合は、まあ、自力でできる分あまり望めないので、まあ、そこができるキャラクター、はい、こっち側でそうとすると、はい、そうなると上から見ていって第16位と、まあ、これでもだいぶ順位高いですが、はい、自力でクリティカル出せないキャラクター、カイサルだとか大谷氏みたいなキャラクターに七星とかをつけてあげる
ると魔火力がバカ高くなると。魔法徳の場合はクリティカル連撃を自家発電ですることができるってところが強みになっており、まあ、検定とか座敷わらしなんかで応援枠を圧迫しないっていうようなまあまあなメリットがあったりしますね。はい、これも MR 暴かしたらもう何段か上行くんでしょうね。いや楽しみですね、宝徳。まあただ今回結婚家で反射耐性が 20% 上がったんで、まあもともと結構このスキルに効果力化した場合に反射ダメージなんかでだいぶ深めにダメージ受けてしまうので HP 50% より低い状態にはだいぶなりやすかったんですが、そのまま落ちてしまうみたいなケースが多かったんで、まあ、今回いい感じに 20% の反射ダメージ耐性ついたのは HP 50% より低い状態で長く生存できるようなところにもつながっており、今回の結婚家のパッシブなかなか良かったんじゃないかなと思いますね。はい、で最後は自分が攻撃した後素ダメージ 50% HP 回復ができると、はい、ことで、はい、まとめとしてはまあまあまだまだ MR アバター化しないと現 MR 環境の対人戦には食い込めるようなスキル性能にはなっていませんが、今回の結婚家で宝徳が欲しかった部分一部揃ってきたなってとこで、まあ、あとは HP だとか体力のパッシブなんかが MR アバカで入って、まあ、その上で臨床値ベース防御虫攻撃だとか攻撃力ベース防御虫攻撃なんかがあのスキルに入ってくれば、割と特にスキル2なんかはかなり凶暴な対人戦キャラクターになるんじゃないかなってことで、はい、すごく期待ですね、宝徳は。存在感がない私を見つけてくれて本当にありがとう。はい、自分でもね存在感がないって言ってるんで、もしかしたら MR アバカしたら成功残影とか成功不可視とかそこら辺がつく可能性もあったりして、耐久面もねちょっと楽しみな未来が少しだけあるんで、はい、そこら辺に期待して今回は見送りたいと思います。はい、それでは。おっす。